今、銀色の車が出てきました。母親の切断された遺体を遺棄したとされる女の身柄が検察庁へ送られます。親子の間に一体何があったのか、本格的な取り調べが始まります。それは、今から5年前に起きた衝撃の事件だった。看護師になりたての女性が実の母親を殺害し、バラバラにして近所の河川敷に捨てた。 遺体がが遺棄されてていたたののはちょうど今ああるあたりですそそしてその遺体というのはわずか直線にして2 5 0ルしか離れていない今ブルーシートがかかっている家に住む女性でした娘には一体どんな悪魔が乗り移り実の母を手にかけたのかしかしその後の裁判で明らかになったのは 国立大の医学部へ入るために給老を強いられた娘と母のいびつな関係まさに教育虐待だった何より誰も狂った母をどうもできなかったいずれ私か母のどちらかが死ななければ終わらなかったと現在でも確信している。 受刑者となった娘の式や裁判記録などから親子の関係を克明に浮き彫りにした書籍母とといいうう呪縛娘という牢獄去年末に出版され大きな反響を呼んでいるこれは服役中の娘あかりからミスターサンデーに届いた手紙彼女は その凄まじい事件の舞台裏を初めてテレビで放送することを承諾してくれたそこで私たちは親子を知る関係者を取材彼女の恩師友人など初めてメディアに語る貴重な証言を集めていったあかりさんあの人に危害加えるとか嫌がらせするとかしてるの見たことないですし。

教育虐待それは教育熱心すぎる親がしつけや教育を理由に子供に対し厳しく接し肉体的的や精神的に追い詰めてしまうことそれは子を持つ親ならば多かれ少なかれ陥ってしまう子育てのブラックホールなのかもしれない彼女とその母の関係もまさにそれだった。 母田恵子は裁縫が得意で小学校に持っていく座布団や体操着袋などもすべて手作りするいわゆる良き母であり娘のあかりもまた当時は母のお手製が誇らしげな子供だったというただ母には当時から学歴信仰ともいうべき強い執着があった みっともないこれだから公立中学はそう言って公立の中学をあからさまにバカにしていた母妙子の姿があかりの脳裏に今も残っているというただそんな母の欲目をよそに当時のあかりは成績も優秀特に国語が得意だった彼女は卒業文集でも「 小学生離れした筆致で将来の夢を生き生きと語っているメス銀色に輝くメスを持ち犯された患者の腹部にメスを入れる手術はすべて終わり彼女は誇らしげにニヤッと笑った私の夢はメスと言っていた彼女つまり外科医になることです漫画 ブラックジャックに憧れ外科医になることを夢見たあかりがやがて母はその夢を自らの学歴信仰に組み入れていく医者になるなら中学は国立の付属中か環境のいい私立しかありえないそう娘に吹き込むと熱血家庭教師さながらにたびたび、 こんな失跡を飛ばしたというテストの問題は授業で習ったところしか出ないんだから真面目に授業を受けてきちんと復習すれば満点が取れて当たり前取れないということは努力してない証拠 <laughs> あなたは医者になるのだから小学生の無邪気な夢がいつしか 母の唯一無二の目標にすり替わっていたそんな中あかりはその時の心境をこう振り返っている頭が真っ白になったお母さん仕事の帰りに交通事故に遭ってくれないかなそんな願いが叶うわけがない,い、ま、何この点数 一体どうしたのこんな点数じゃ付属なんていけないよバカ学校にしか入れないよごめんなさいごめんじゃなくてどうしてこんな悪い点を取ったのどうしてと質問されてもわからないひたすら泣いて謝るしかないそんな毎日の中 唯一ほっとできるのは父親といる時だったという父との関係は普通の親子そのもの父は泊まり木のような存在だった父との思い出は自宅の近くにあった琵琶湖での湖水浴一日中夢中になって遊んだことや「お父さん,ん虹の足元ってどうなってるの?」。 さあ行けるところまで行ってみようかうんうん行ってみよう父との取り留めのない一日が心から楽しかったしかしそんな父も自分さくちゃくちゃうるさいねあかり勉強しないとお父さんみたいに。 名前が書ければ入入れれるよようなな大学にしか入れないよ母の嫌みと口うるささを嫌い仕事だと理由をつけて別居を選んだ父その結果あかりは息苦しい母と二人の生活を強いられたが。 なんとか無事、母の勧める私立の中高一貫校に進学。その頃の友人に話を聞くことができた。あかりさんとはどういうご関係なんですか、はい、と中学と高校六年間同じクラスです。そんな彼女が今も思い出すあかりの思い出は。 なんか改まって相談みたいな形をされた記憶はないんですけどやっぱり傷をつけて投稿してきたりとかもするので、まあ、どうしたんそれっていう会話から始まって、まあ、話ししててくれたりとかしてそれは中学生の頃だった。どうしたのそれ 手首にすごい3本切れた傷があってお母さんに包丁で3回ぐらい切られたって言っててちょっと衝撃すぎてそれが入っててそんな相談を受けていた友人たちはある時こんな場面に遭遇したはい定期考査の成績表を配ります。 その学校では飛沫の成績表に加え担任による手書きの成績表が定期的に配られたがその言葉に嘘はないと直感した友人たちそうじゃないと,ととんでもないことになるんです。 私と友人で担任の先生にちょっと書き換えてあげてくれへんかっていう嘘の成績を修正してあげてくれないかって訴えに行ったんですけどちょっとひどいことされるかもしれないからって言ってまあでもその時の担任の先生あらどどんなひどいことされるのそれはその。 あんまり言っちゃうと、逆にあ,のあかりさんが危険な目によけ合うかなと思って、詳しくは言えないんですけど、とりあえず大変なことになるから、修正してあげてほしいって言ったんですけど、いや、そんなことはできないわっていう感じで、結局、よくない成績をお母さんに見せないためにあかりは帰り道のコンビニで、手書きの成績表をコピーし。 これでどうかな書き直してカッターで細かく数字を貼り直して自作で改ざんしたやつを見せてくれたんですけどははなんかバレそうやなって思いながら友人の心配はまさにその通りとなってしまう熱い今度は挽回しなさいよ病院に連れてってあげるから。 勉強中にうっかり飲み物こぼしたって言いびつな親子の関係同世代の友人にはどのように映っていたのかお母さんが異常に依存してるなっていう印象はありますけどあかりさんは別に依存してなくてだけどやっぱりお母さんが好きなんだろうなっていうのも感じてました。 母のこととが好きだったというあかりその思いからか母という呪縛から逃れられなくなっていく高校3年生となった年大学受験を控えた三者面談で教師は母親にこう釘を刺しているはっきり言ってあかりさんのこの成績で医学部医学科は非常に厳しいです志望校の最高をお勧めします それは現実を見ようとしない母への忠告だったのかもしれないだからこそ教師はご覧ください看護学科は A 判定です現役合格は間違いないでしょうあかりさんはそもそも医師を目指すのにふさわしくありません現実的な進路を用意し 無理何なのあの担任あかりちゃんが医師にふさわしくないって失礼なたかが高校教師不正がなめた口聞きやがってこの泣きたくなるようなせめくの中であかりはこう考えていたと振り返っている担任は事実に基づいて客観的な見解を述べているに過ぎないのに。 ななぜ母は受け入れないのだろう担任に申し訳ない気持ちになるしかし医学部は無理と言われ母の教育熱はさらにヒートアップしていくじゃあお仕置きいくよ 68−58 は10そう10。 1268、ね、と58受験生ならピンとくるかもしれないそう偏差値だ実は母が明かりに目指せと言った滋賀医科大学医学部の偏差値は68一方この時の明かりの偏差値は58 そのギャップを体に覚えさせるというお仕置きだった。九。十。実はあかりは高校三年生の時。三度の家出をしている。行き先は信頼していた国語の先生の家。母と二人で暮らすその家に突然あかりが訪ねてきた。 どうしたんだ一体今回私たちはその先生に話を聞くことができたメディアに初めて話すそのいきさつはお母さんに殺されると思ったから逃げてきたともかく一晩止めてくれとそういう形ですそれはセンター試験から1週間後のことどうぞ。 先生見て何するんかなと思ったら太ももにあざが4つ5つで驚いてどうしたいと言うたらお母さんに回し蹴りされたあかりが家出をし頼った教師は言う太ももにあざが4つ5つで驚いてどうしたいと言うたらお母さんに回し蹴りされた嘘だった回し蹴りなどという生優しいものではない しかしこの時の明かりは私を心配させてあかんからそう言っただけで実は鉄パイプで殴られていたというふうに裁判の時に言ってましたどちらにせよただ事ではないと思った先生はこれはひどいとにかく単人に言わないとそれから警察には言わないとダメだそれはダメお願い先生それだけは言わないで担任には言わないでくれじゃあ警察に行くか それもやめといいてほしいこっちとしては早いとこともかく公にした方がいいんじゃないかって言いましたけれども彼女としてはあの言わんといてくれということだけでしたねともかく今はちょっと置いといてほしいと言われましたねその言葉に負け通報を見送ってしまった先生後悔の念に苛まれる教師に少し厳しい質問をしてみたがその時に先生がまあ公にしてたら。 今回の事件って防げたと思いますわからないっすあのお母さんやったらどうするかわからないからともかく表面的にはいい家族なんですよで本人も隠してるしお母さんも表面的には取り繕ってだからあれ気づくのはなかなかどんなに引き離してもおそらく母親は諦めず追い回しあかりさんを追い詰めただろうという教師 唯一の希望は大学受験の季節が終わればということだったしかし2005年の現役受験失敗を皮切りにそこからなんと「休朗」という地獄が待っていたのだもちろん二十歳を過ぎたあかりは それから何度も母の元を飛び出し自分の道を生きようともがいているしかしその度に二十歳のちょうど家出の時は事前でバレて連れ戻されたんですで、二回目の時カナンコはもうたって使ってますからね探偵を使ってまで明かりを引きずり戻したという母しかももう連絡さえまばらだった先生のところにまで もしもしお母さんからもう関わらんといてくれって,言って連絡来たんですよまあ私が先導してると思われたんでしょうね二度と関わるなそんな母の電話を最後にあかりからの連絡はぷっつり途絶えてしまう母の監視の下大人になってもひたすら受験勉強をさせられ続けたあかりは休朗の末 27歳の時ついに母が目指した国立滋賀医科大学に合格。ただし医学科ではなく看護学科で助産師になることを条件に母が許したギリギリの妥協点だったその後しばらくは観葉植物に夢中になるなど大学に通うあかりから目を離すようになっていった母そして 明かり自身も看護師のやりがいに目覚め特に子どもの頃の夢だった外科医を支える手術看護師になりたいと充実したキャンパスライフを送っていたところが2017年の春3年生に進級する前に事件は起きた私の番号はありませんでした。 ごめんなさい不合格でしたそう大学受験前に母と約束した助産師課程の選抜試験に落ちてしまったのだここからまた母の呪縛が再燃するまたお母さんとの約束を破りやがって嘘つき 助産師になることが条件で大学に入れてやったのだから助産師になれないんなら大学なんてやめてしまえまたお母さんとの約束を破りやがって嘘つきバカ死ねその時交わした親子のラインはまさに地獄絵図だ本当に申し訳なく思っていますどうにかして。 助産学校の合格は実現させたいと思っています私の十数年の悔しい思いが疑惑がこんなたった産業で解決できると軽くあしらわれたものですいや解決できるとは思っていませんがその悔しい思いや疑惑の解決の方法はこれしかないと思いますこの時あかりは すでに大学の付属病院の看護師に内定が決まりやりがいを見つけた道へ進もうと強く願っていたというところが母は内定を蹴って大学を退学し助産師学校を改めて受験するように強要それはやっとつかんだ自分の人生の選択も看護師への夢もまた すべてをゼロに戻しあの牢獄のような生活に引き戻されることを意味していたそしてある事件をきっかけにあかりは限界に達してしまうそれはもうすぐクリスマスという底ののする夜のこと母との連絡用以外にもう一つ隠し持っていたスマートフォンが見つかったのだ。 母は怒号を上げて庭に飛び出るとコンクリートブロックをスマホに叩きつけ壊してしまったそして土下座して謝りなさい今ここで深夜の庭に土下座を強要したのだ。 それれは、明かりの中で、何かが切れたた。瞬間だった再びやってくる地獄スマホの破壊そして深夜の土下座この時母が撮った写真は後に裁判記録としても提出され明かり自身もこの出来事が 最後のトリガーだったと証言しているもう母をやるしかないそれが母の呪縛から抜け出すための唯一の方法だったとあかりは考えていたそしてその日の午前3時42分あかりは こう SNS に投稿した。モンスターを倒した。これでひ安心だ。事件が発覚したのはおよそ2ヶ月後のこと。遺体が行きされていたのはちょうど今茂みがあるあたりです。そしてその遺体というのは。 わずか直線にして2 5 0ルしか離れていない今ブルーシートがかかっている家に住む女性でしたあのブルーシートの家に住む女性あかりと母の物語を知らなければ誰だってそう呼ぶだろうだが先生や友人たちは違った第一歩を聞いた時は「あやっぱりやったかとうとうぶち切れたか」 九年間あんな状況でまあ本当によく生きててましたよあれの状況で途中で死んでても絶対おかしくない状況ですからそうニュース見た当時、はい、やっぱ一緒に住んでると思ってなかったんででも確かにあのあの状態で今まで一緒に住み続けてたらこういうこと起こってもおかしくないよなっていう感じでしたそう語った彼らが今思うことは まずあの助けを求めてほしいと自分の方からそれは言いたいですねそしたら動きようがありますから何もせんといてくれって言ったら手ぇ出しようがなくなりますからねやっぱ子ども同士で助けてあげようと思ってもやっぱり子どもが知ってる知識の中でしか動けないから事情を聞いてあげて逃げれる場所とかこういうことがあるよとか教えてあげてたら多分あかりさん絶対そんなことしてないと思うんですよ。 事件の裁判で当初あかりは母の殺害については一貫して否認一審では懲役15年の実刑判決を受けたが一転控訴審では殺害を認めその心変わりの理由をこう語っている一つ目は「元気かご飯は食べられているか?」うん。 大丈夫なんんでお父ささは私をずっと支えてくれるの、うん、家族だから泊まり木のような存在だった父から本当のことを話した方がいいと勧められたことそしてもう一つが一審の裁判長から最後にかけられたこんな言葉だったという。 あなたは今までお母さんの敷いたレールを歩まされてきたけどこれからは真摯に罪と向き合って罪を償い終えたあとはあなた自身の人生を歩んでください殺害を認めた控訴審では懲役15年から10年に減刑異例の判決となった罪を償うため受刑者となったあかり 今月私たちに届いた手紙にはこんな言葉が記されている弁護士さんに教えてもらって初めて私は虐待を受けていたんだ私が置かれていた状況は助けを求めてよかったのだと気づきました誰かに助けを求めていいと今。 教育虐待を受けている誰かに伝えたいそれが刑務所で36歳になった彼女からのメッセージだった。